Wii Sports Resorts, Wii Sports Resorts, Wii Sports Resort は、Nintendo 開発、発売の Wii 専用ゲームソフトである。Wii Sports の続編で、Wii リモコン内蔵の三軸加速度センサ機能を強化する周辺機器、Wii Motion Plus に対応したソフトの一つとして、E32008 の Nintendo Press Curve アレンスで発表された。ソフトには、Wii Motion Plus、 白が一個同梱されている。Wii Motion Plus に対応したことにより、より正確で直感的なプレイが可能となっている。日本では初の Wii Motion Plus 対応タイトルである。日本国外では、エレクトロニックアーツのタイガー・ウッズ・ PGA ツアー10グランドスラム・テニスが先に発売された。なお、前作はタッチ・ジェネレーションズシリーズとして発売されたが、 本作はシリーズに分類されていない。発売当初、SD カードメニューから直接ゲームを起動した後に、Wii スポーツに s o o t s を起動すると、初回起動時にのみ再生されるはずの Wii モーションプラス付け方ムービーが強制的に再生さてしまうバグが発生していたが、2009年7月3日に Wii 本体のファームウェアのアップデートプログラムを配信することで対応した。 2010年11月11日には WiiMotion Plus に代わり Wii リモコンプラス青を同梱した Wii リモコンプラスパックが発売された。2011年6月23日からは Wii 本体に Wii リモコンプラスパックが同梱された。各調査会社では本体同梱分をソフトの売上本数に含めているため形式的な販売本数がさらに伸びている。 南国のリゾート、ウーフーアイランドとその南西にあるウェッジ島を舞台としている。ウーフーアイランドは、ビーフィットのジョギングコースとしても登場している、ウィフィ島が原、島の名前は本作で公表された。ウーフーアイランドには、電ナマンガ火山や、絶叫の滝、レッドゲートブリッジや古代遺跡天カウントなど色々な名所がある。前作、ウィスポーツ同様、 どのスポーツにも、見ごとに、熟練度というパラメータがあり、タイコム戦、ボーリングとゴルフを除くの結果により増減する。このポイントは、試合に勝つことにより上がるが、値の低いうちは負けても上がるし、値が高くなるにつれ勝っても試合内容次第で下がり、値が高くなると対戦する、コムプレイヤーもレベルの高いアラクターになるという点も、前作と同じ。 この熟練度が1000ポイントを超えると、前作ではプロの称号がついたが、本作では名人という称号に変更された。ちなみに2000ポイントを超えると超人の称号がつく。熟練度の最高は2500。なお、ゲームではそれぞれ特定の条件をクリアすることで、スタンプがもらえるようになっている。どの競技にも、スタンプは5個ある。スタンプがない競技もある。 ウィーリモコンを剣に見立てて振って遊ぶ。突きも可能。B ボタンを押している間は防御の構えになり、相手の剣と自分の剣が垂直になるように攻撃を受けると防御が成功する。攻撃を防御された方はよろめいて、隙ができてしまう。1から4人。交代して、リモコンを使える。横にしたウィ i リモコンを、ウェイクボードのハンドルに見立て、両手で持って遊ぶ。 リモコンを左右に傾けるとその方向に水上を滑っていき、モーターボートが起こす。波の上でリモコンを上に振ると波をジャンプ台にして高く飛ぶ。それから着水を決めると得点が入る。着水の瞬間にボードが水平になるようにリモコンを調整しないと上手着水できない。しかし床や机などに置くことで水平に調整していると、 認識されるという比較的楽な方法も存在する。連続でジャンプを成功させると徐々に宙返りやひねりを入れるようになり、ジャンプが派手になっていく。初級、中級、上級とあり、障害者も増えていく。制限時間は2分。競技を始める前に引くボタンを押すと、フリーライドという5分間の練習モードができる。実際にフリスビーを投げるときと同様に、 ウィーリモコンを水平に構え、手首のスナップを効かせて、横に振って遊ぶ。最初に利き腕を設定する際に、フリスビーを投げる、操作のオートとマニュアルを選ぶようがある。設定は、後からでも変更可能。オートはリモコンを振るだけでフリスビーを投げ、マニュアルはフリスビーを投げるタイミングを B ボタンを離すことで決定する。リモコンを上下に傾けると投げたフリスビーを曲げることが、 できる。極端に傾けて垂直にすれば、フリスビーを車輪のように転がすこともできる。ヌンチャクをつないで屋外でのターゲットアーチェリーを遊ぶ。垂直に立てたウィーリモコンを弓に見立て、ヌンチャクを後ろに引くことで弦を引き絞る動作を再現している。そのため、右利きの人でもウィーリモコンを左手に、ヌンチャクを右手に持って遊ぶように指示されるが、これは 実物の弓を引く際には、それなりに力が必要なので、昔から多い右利きの人が右手で弓を引いているのが、作法として今も受け継がれているからであり、力は必要ない。このゲームでは立儀に指示通りにしなくてもプレイに支障はない。スタビライザーやサイトはついていないベアボーでプレイする。4つのステージで3回ずつ矢を入り、12者の合計点を競う。 敵に当てた時の点数は1点から10点まであり、的を外せば、もちろん0点。当然、矢が当たる位置が、的の中心になるほど得点は高くなる。中心に当てるためには、風の強さ、風向き、重力が矢に与える影響を、しっかり考慮する必要がある。敵との距離が遠くなるほど矢が受ける風と重力の影響も大きくなる。各ステージには、背景の中に、 秘密のターゲットが隠されており、それに当てると矢の位置が中心、端に関わらず10点獲得する。ただし、かなり奥に設置されている上に小さいので、当てるのは非常にし、難易度には、初級、中級、上級と3種類あるが、中級では、的が左右に動き、上級では、的が動くだけでなく、的と自分との間に、壁となる板があったり、的が、 目線よりもかなり上に設置されたりしている。ミーを選び、難しさを選んだ後ウィーリモコンの2ボタンを押しっぱなしにすると風の向きと強さが非表示になり、さらに弓を引いた時、通常は視界が狭くなり、どこを狙っているかわかるが、視界が通常のままになり、難しくなる。前作でのベースボールに相当する競技である。ウィーリモコンをボールに見立てて遊ぶ。 横に倒したリモコンの正面を体の内側に向けて片手で振るとドリブルをする。B ボタンを押すとシュート体勢になり、B ボタンを押しながらリモコンを頭上に振り上げるとジャンプし、それから手首のスナップを効かせてリモコンを振るとシュートをする。ジャンプの頂点でシュートすると決まりやすい。当然、ゴールとの距離が遠くなるほど外れやすい。 前作でのテニスに相当する競技である。Wii リモコンをラケットに見立てて遊ぶ。なおシェイクハンドとペンホルダーの区別はない。前作のテニスではダブルスしか遊べなかったが、本作では逆にシングルスのみとなっている。ポジション移動は自動的に行われ、プレイヤーはタイミングよく Wii リモコンを振って球を打つだけという簡単な操作なのは前作のテニス同様。 そして、w e i Motion Plus に対応したことで、前作以上に、スイングのタイミングによる、左右の打ち分けなど、細かい操作が容易に可能になった。左右に振られすぎたり打つのが早すぎたりすると無理な、体勢で打ち返してしまい、弱くてヨレヨレした打球になり、相手に、スマッシュのチャンスを与えてしまう。スマッシュした打球には、派手な音と、オレンジ色のエフェクトがつく。 前作に引き続き収録された。Wii リモコンをゴルフクラブに見立てて遊ぶ。選択したクラブの種類やスイングの強さによって、ボールの飛距離が変わる点は、前作と同様。前作では、フックやスライス回転のボールを打ったり、バックスピンをかけることはできなかったが、Wii モーションプラスに対応した本作では、可能となり、より操作性がリアルになった。前作では9ホールまでだったが、 本作では18ホールまで遊べるようになっている。隠されたスペシャルホールが3つ存在するので、全部で21ホールになる。前作と同じようにミーを選んだ後ウィーリモコンの2、ボタンを押しっぱなしにすると、ホールのマップ、風の向きと強さ、スイングのパワーのメーターが非表示になり、難しくなる。前作に引き続き収録された。ウィーリモコンをボールに見立てて遊ぶ。 振る強さ、手首のひねり具合、B ボタンを離すタイミングで様々な変化球が投げられる点は前作と変わっていないが Wii Motion Plus に対応した本作ではより容易に回転をかけられるようになり、それに伴いコントロールの精度も要求されるようになった。最初に利き腕を設定する際にボールを投げる操作のオートとマニュアルを選ぶ必要がある。設定は後からでも 変更可能。オートは B ボタンを押したままリモコンを振るだけでボールを投げ、マニュアルはボールを投げるタイミングを B ボタンを離すことで決定する。B ボタンを押しても、プレイヤーが動き出すまでミーも動かない。右利きの場合、初期位置がレーンの中心よりも右寄りになり、逆に左利きだと、左寄りになる。キャラ選択が終わって試合が始まるまでに Wii リモコンの十字キーの いずれかの方向を押しっぱなしにすると、その方向に対応した色のボールが使える。だと、青、だと、赤、だと、木、だと緑。ヌンチャクをつないだウィーリモコンを、マリンバイクのハンドルに見立てて遊ぶ。右手にリモコン、左手にヌンチャク。この時、リモコンの十字キーとヌンチャクのスティックが手前になるように、水にして持つ、歯の字になるように持ってもか。A か。 B ボタンを押し続けると、前に走り、リモコンとヌンチャ着を左右に傾けると傾けた分だけ、その方向に曲がる。走行中に、バイクのアクセルを吹かすようにリモコンを手前にひねると、ダッシュする。ダッシュのパワーは常に表示されているゲージの溜まり、具合に比例する。一度ダッシュするとゲージは空になるが、このゲージはすぐに、自動回復する。ちなみに勢いよく、波に乗るとジャンプするが、 ジャンプ中にダッシュは不可能。ミーリモコンをパドルに見立てて、縦に持って遊ぶ。水をかくようにリモコンを前後に動かすと、ミーがパドルを漕ぐが、左右で力のバランスが取れるように交互に漕がないと、船は前に進まない。曲がるときは曲がりたい方向の逆側を漕ぐ回数を多くする。本物のカヌー同様、がむしゃらに漕ぐよりも、慌てずにしっかり漕いだ方が進みやすい。 複数人の利用カヌーの場合は、複数人で協力して、パドルをこぐ。ヌンチャクをつないで遊ぶ。本作では唯一、ウィーリモコンを、その競技に関係したものに見立てて持たない。強いて言えば、両ペダルに見立てている。マラカスを演奏するように両手を交互に振ると、ミーがペダルをこいで、前に進み、左右に傾けるとその方向に曲がる。手を振るスピードが上がると、 スパートをかけて走る。手を休めても少しの間だけ走るのですぐには止まらない。すぐに止まりたいときはリモコンの B ボタンかヌンチャクの Z ボタンでブレーキがかかる両方同時に押すとブレーキの効きが強くなる。2位にはスタミナの概念があり3つのハートマークで表示される。スパートをかけ続けるとスタミナの消費が激しくなり完全になくなると息切れを起こして動けなくなるので。 ペース配分を考える必要がある。手を休めて、ペダルをこかずにいるとスタミナは徐々に回復していくが、他の選手を風よけにして、空気抵抗を減らすことで、通常よりも早くスタミナを回復できる。ちなみに、ヌンチャクのスティックを動かすと、ベルが鳴り、両手を素早く、同時に上げると、少しの間ウイリー走行する。その名の通り、空に関係したレジャーを行うゲームである。 実際のスポーツと同じように体を動かして楽しむ本作では例外的にほとんど体を動かさずにプレイできる。すべての種目で名人に昇格すると全種目名人達成メールがウィー伝言版に届く。同様にすべての種目で超人に昇格すると完全超人達成メールがウィー伝言版に届く。ナレーションはいずれも久保田一志。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。